次はやるか。これちょっとこれです。見たこともあると思います。ブラジリアンワックスです。ゴッソです。机が首の湯する。うわ、首強いな。シナモンも感じるわ。はぁ、臭い。これレンジで温めて鼻に入れて抜くだけです。簡単。開けていくぜ、開けていくぜ。意外だこれ。こんなん入ってます。これか。てかすげえ。あれこれ鼻ね。鼻に入れて3回分入ってます。3回できるのか。で6本。1,2,3,4,5,6本。6本。加熱時間厳守、ふた不可熱厳禁ごそ。これ開けて、どういうこと。1回目も入ってるからね。3回目のワックスがカップに入っています。専用スティック6本、両鼻3回キット。キットで。じゃあこのまま温めるんだ。垂れてこなくなれば OK。 へえ。これ見える。これ適量多い少ない。これで鼻にぶち込んでいけばいいのか。ちょっと怖いぞ。よし。まあとにもかくにもうちにはレンジが今壊れてるんで、例のやつ出すか。例のやつ。チンチンチン。選手たちの匂いがする。選手たちね、じゃないよ。選手たちね。ちょっと よし、これでギュ、鼻にギュ、小鼻をギュ。小鼻周辺を軽く指で押さえて1分お待ちください。仰向けや上向きすぎた姿勢は NG。 脱毛は必ずこう片方ずつやってください。ワックスが完全に固まったと感じたら一気に引き抜きます。スティックの根元周辺を持ち、この小鼻周辺を軽く上に持ち上げるようにつまみ、ああなるほどね、真下に一気に引き抜くと綺麗に抜けます。こういうことか。 OK。 では早速Right on。 かっこつけて全然ライドでいいから Right on。 ガスなくなってきた。あ、ガスなくなったね。あ、でも結構ある。どうした、どうした。お、よしよしよし、いいかな。やっちゃっていいかな。これで溶かしていきたいと思います。レンジ代わりにね。あ、でも、あ、こうしときゃいいんか。ちょっと待って。
大体これでタイム。加熱時間目安1分、3分、2分、1分、1分、7秒で2分、30秒、2分、レディーゴー。あ、疲れてきた、やばい、なる毛がなくなるっていうのはね、いいことなんよね。子供の頃の自分に戻れるんだよね。毛が生えるか、いずれその毛が生える時、毛が生えてくる時、聞いてた歌、聞いてた曲、中3で、中1ぐらいか、小学校の時か、あのそう、立派に生えるのってもう中学生ぐらいかな。中1ぐらいってやっぱり、グリーンがある。これでも700ワットいってねえか、もう。700ワットの熱と一緒か、これ。あ、溶けてる。あ、溶けてる。あ、やってんな。そろそろいいか？あら、まだ。うわ、きつい。これでも、待っとく時間、結構モノマネで持つんだよな、俺。これでも、これちょっと、これちょっと持っとくの熱くないか、ちょっとまあ熱くないか、あでも熱くないですよ、あでも熱くないですよ、あでも熱くなってからじゃないか、熱くなってからだろうな、ゴスは熱くなってからですよ、ゴスは熱くなってからだよな、熱くなってからですよ、でも俺は熱くさせたら大したなんですよ、でも熱くなってからだろうな、熱くなってからじゃないか、熱くなってからだろうな、でも、そんな簡単に熱くならないですよ、でも熱くなってからじゃないか、熱くなってからだろうな、ちょっと待って、溶けてきたか、ちょっとあと余熱でいけるんじゃない、余熱でいく、全然溶けてない、あ軽く溶けてる、あ見て、わかる、軽く溶けてる、軽く、ちょっともうちょい、もうちょい、これつけとけてるか、こうやってね、こうやってでもごっそくらしたらきついだろうな、したらゴスは嫌がるだろう、これが中学校の時に流行った歌が世代の曲って、中学校の時じゃない、違う、世代の曲って言われたらいつの曲思い浮かべりゃいいか正直わかんないよ。でも俺は絶対中学校の時の曲が世代の曲だと思っております。あれ高校の時に聴いてた歌も結構好きだったな。高校の時にそのバンドマンたちにハマってしまって、それこそマンウィズとかエルレガーデンとか PTP にハマっちゃったんだよな。バンド、そのロックバンド好きな友達に押されて、でもめちゃくちゃかっこよくて、歌詞は意味わかんないけどかっこいいみたいなので、高校はそれ聴いててみたいな、なんかレゲエとかじゃなかったんだよな、ヒップホップとかでもなかったんだよな。ずっと俺はロックバンドにはなってきたな。ワンオークとかもそうだしね。でワンオークとそのロックバンドとかエルレガーデン、PTP、マンウィズ、あとな、ブラフマンとか、そこら辺ばっかり
で中学校の時グリーン、もっぱらグリーン一筋でもファイヤーボールとか先輩たち聞いててくるのがもう柄悪い先輩たちみんなファイヤーボール、ファイヤーボールが悪いわけじゃないんだけど、で大人になってもやっぱかっこいいのはやっぱファイヤーボールとかはやっぱかっこいいね。あれなんかレゲエの中でも外国人、外国人レゲエじゃないかな、なんかもうワールドワイドだよね。なんかなで、グリーン何が良かったかな。グリーンで言うと俺たち涙ぞ、俺涙空から入ったんだよな。グリーン、グリーン涙空から入るやつ多かったんじゃないか。涙空の後に旅立ち来て、いや旅立ち涙空いっぺんに来たかな。で B フリー、あの市原隼人が出てるドラマの、あ主役のドラマがあって、それの主題歌が市原隼人主人公の主題歌のドラマ、市原隼人さん主演のドラマの主題歌が B フリーで、なんかオープニング B フリーかなんかで、あ、じゃあオープニングに人で、あ、人はサルロックか、まあいいや、あれで人と B フリー好きになったもんな、なんかのドラマの主題歌でね。で、それで俺歌うのすごい恥ずかしくて、それまではね。でそグリーン出てきてなんか、あ、歌うのそんなに恥ずかしくないんだって思って、あのミーハーだけどグリーンは結構大好きです。で俺らの時ルーキーズだったかな、僕たちの時ルーキーズが流行ったんで、ルーキーズの奇跡とか、はるかは結構みんなね、でも卒業式はるかだったし、卒業式の歌グリーンのはるかだったし、だから結構グリーンは感慨深い。あとは湘南の風だと AK69 中学校の時、高校もか、湘南の風とかはね、どうだろう、そろそろいい感じ、ちょっと見てみる、止めちゃう、あっすげえ、しということで溶けました。だいたいレンジがない家はないかもしれないですけど、これレンジなくてこのコンロでグツグツ湯がいていくパターンにすると、だいたい沸騰して3分ぐらいコロコロしとけばこんな感じで溶けます。じゃあ早速、これ適量ですよ。適量、これ適量。あ、でもすげえな。すげえ、あ、適量だ。怖い。怖い。なんか気持ちいい、なんかこんなやつ鼻に入れたことね、これももっと入れた方がいいかな、ちょっと
りたいかもしれん。痛い痛い、ちょっと一歩ずつちょっと固まりそうだけどな。二歩行くか。適量じゃん。適量以上欲しいときどうするんだろう。ね、適量以上。適量以上だ。でもまあこんくらいないと俺鼻毛すごいもんな。で、行き行き。ヒゲにもついてる。これ痛い。本当に痛い。なんか、耳もおかしくなってきたかもしれない。じゃ、せーの。せれる白もんじゃねえ。すげえ。こんな感じしかなかったの。あ、でもこっちだな。よっせーの。あ、怖い。自分で続いてるけど、自分手が動かんのが、もう。行くぞ。
感じかこっそ。あ、でもね、思ってた以上に吸着これはあんまり、いや、思ってたよりっていうか、もうすごい硬いと思ったら案外ね、案外自分の力でも抜ける、そう、なんか人に引っ張ってもらうのと無理みたいな硬さじゃないかなって思いました。でもこれめっちゃ痛い。ヒゲある人気をつけてくださいね。鼻に入れるときいっぱいヒゲつく。あ、これヒゲか。あ、こっちでしょ、ヒゲ。ここも鼻かなと思ってヒゲだ。うわー、すげえ。こっそ。こそこそ。あ、でもこれしたい人、これでも3回で1000円です。1回でね、もう終わっちゃうんで、鼻毛全部抜けちゃうんで、まあ、時短で終わらせたい人はこれおすすめです。あ、これっていうか、こっそね、おすすめです。これでビシバシ抜いて、笑ったら鼻毛が見えてるなんてことはなしに、ジェントルマンに行きましょう。ではまた。